受験生版虎の楽屋トーク。はい、皆さんお疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様です。今日は事件がありましたね。そうですね。何でしょうっけ。あー、すいません、ごめんなさい。あの、舐めてますね。皆さんお疲れ様で、本気でもらいますよ。申し訳ございませんでした。はい、すいません、本当にごめんなさい。いい、はい、どうですか、あの遅刻した身としては。そうですね、今もしてるんですけども。はい、もしてますね。はい、はい、まあ、今回の方ちょっとそんなに支援しなくてもいいんじゃないかなっていう。もう自分の話どこから話すんですか。話がわからない。だって自分が遅刻したから今回の人は支援したっていいみたいな。機嫌悪くなったんですか。大丈夫かな。はい、はい、いやこれ間違いなく、はい、配信されますんでね。わかりました。はい、はい、結局ドッキリだったんですけど、結局僕は本当に申し訳ないと思って、はい、ドッキリだと思わなかったんで。いや、それは当たり前だと、本当に反省してくれよ。そう、はい、ということで、さあ、今日ですね、合計でいうと全部で今日5人目ですよね。はい、最初に3人取って、はい、で先月1本取って、はい、今日ですから5人目なんですけど、はい、初めて、はい、まあ、これ配信されてるからいいと思うんですけども、はい、ナッシングに終わりました。はい、はい、まあでも必然だったような気がするんですけど、ちょっと順番にご意見を聞いてみましょうか。小林さん、どうでしたか。家にお金あるかどうかより本当の情熱の部分かなというふうには思いましたね。はい、はい、松原さん。僕もそうです。お父さんへの気持ちをバンと伝えてもらって、お父さんのためにって言ってもらった方がもうシンプルですごく良かったのかなって。うん、はい、はい、うん、森田先生どうですか。そっちだと思いますね。まあ細井先生も言ってましたけど、はい、順番ですよね。はい、ビジネスの方から入っちゃったら、うん、やっぱ僕ら突っ込んじゃいますよね、うん、当然ね。うん、なんでそっちが、そっちですね。お父さんの方を先に出して情熱を出してほしかったかなっていうのはね。細井さんどうですか。まあそうですね、なんかこうやっぱり教育業やってると、ああいう調子のいい子っているんだよなっていう感じのなんかこうデジャブがもうポンポン浮かんで、でまあ見たことあるな、こういう子っていうので、大体ごめんなさい、大成しないですね。まあちょっとやっぱおべんちゃらがうまいんですけどね、けどやっぱりそこに思いが乗ってないんで、やっぱり分かっちゃうんですよね、そういうのってね。だからやっぱこの推進力はいつか、まあ、その減衰していって、うん、まあ、青学辞める、まあ、カフェも飛んざみたいな、うん、で結局自分の、ね、親族会社に就職みたいな、 あるあるやなっていう感じに見えちゃいますね。はい、じゃあ次の話題いきましょう。ちょっとすいません。やっぱその今環境としては恵まれてると思うんで、やっぱ失敗しないとやっぱ人って見えないものがあるのかなっていうところで、うんうん、はい、彼にはちょっとまだそこが足りないのかなと思いました。うん、なるほど、失敗しないと。なるほどね。そっちの失敗して、やっぱり見えてくるものがありました。今日のね、この楽屋トークでちょっとテーマ一つ思ってるんですけど、受験生版タイガーファンディングにおけるナッシング、これどんな時に今日みたいにね、あのナッシングになるのかなっていうのは、多分視聴者も興味深く見てると思うんですよ。あの本家のタイガーファンディングと違ってバッサリってことがなかなか難しいじゃないですか。で実際今日も相当へこんで帰っていったんですね、彼は。まあこれでも僕に言わせればちょっと厳しい言い方ですけど、これ自業自得だし、その覚悟を持って出てもらわなきゃいけないんだけど、そうは言ってもどうでしょう、ナッシングって どうですか、小林さん。出る側は本当に難しいと思います。だから前回のを見て今回のに臨もうと思うと、前回はやっぱりそのビジネスプランがないとかリターンが薄いとか言われちゃうわけじゃないですか。じゃあ今回結構ちゃんとビジネスプランがありますっていう長期的視点で持ってきて、かつまあリターンも一応しますよみたいな形で持ってきたんだけど、そのせいでそっちのウェイトが強くなってしまって受験気がなくなったっていう。であまりに受験がおまけっぽくて、僕らみたいな教育やってる人からすると僕らの仕事馬鹿にされたような感じになるんですよ。要は青学のブランドでなんかね、その要は学歴でやりたいじゃなくて地理的な問題っていうのが一番ムカつくんですよね。簡単に言うと、要は近くにレストランをやりたいから近くの大学で、武田塾かみたいになる。武田塾だったらそうだけど、いやーですよ ね、 あのね、今たくさん校舎あるからね。あ、でもそうだから、それはちょっと違うかなと。なるほど、うん、やっぱりその青学たるゆえんというか、それはもう 全日本のね、青学出身者に対してイタリアンカフェをやるから青学に行くわ、それはちょっとね、かわいそうなんじゃないかと思う部分ありますね。まあ、ある部分失礼かもしれないね。そう思っちゃいますね。わかりました。はい、小林さんどうですか。ナッシング小林。そうですね。いや、難しい。本当にでも勇気ないと出てこられないんですけど、うん、なんかその、うまく喋ってやろうとかじゃなくて、自分はもうこれとこれが言いたいんだ、もう一つか二つか、うん、をとにかくぶつけてほしいなっていう、うん。なんか小手先のなんかその、なんかビジネスプランなのか、その、
リターンがなんかそういうのは、まあ、僕はですけど、うん、求めてないんで、うん、まあ、とにかく真っ向勝負したいなって。そうね、やるぞ。どうそうですね、いやいや、彼は今回こう出たことが彼にとってあの、まあ、成長だったと思うんですよ、うん、なんでここでまあ自分の甘さを知って、そのしっかり自分が自分の力を変えなきゃいけないんだっていうのを学んでほしいなと思います、うん、分かりました。これだ先生、いやこれ、まあ、細井先生も言った通りなんですけど、多分前回の見て研究してきてるっていうのが分かりましたね、うんうん、もうバイトやめてましたね、わざと。あれこれやってんなって、やってんなっていうのは変ですけど、うん、前回の見てやってきてるだろうなっていう、うん、むしろ、ね、前回のようにもうその場でやめますとかの方が当然心には響くわけで、その辺をちょっと勘違いしちゃったのもあるんじゃないかなっていうのは見てて思いましたね、うんうん、はい、主催としてどうですか、松原さん。そうですね、やっぱり、まあ、彼がその今後の道を歩む上で、まあ僕らが出資しなくても、まあ、彼にはまだ道が残されているなと思いましたし、まあ、本当にその、ね、本気であれば、もうその坂田塾さんもそうですし、みんなの情報発信皆さんやってるし、そこで学べれば全然いけると思いました。あの地頭いいじゃないですか、はい、毎年68の県立高校ですね、いっぱいなんで、はい、それだけ地頭あれば、まあ、勉強法の研究で結構いけるんじゃないかなと、うん、でまあ、受験票ぐらいはですね、まあ、頑張ってるのを 見たら僕はまあ出してあげてもいいかなと思ったんですけど、70万はちょっと違うかな。まあ、でも僕はその優しさはいらないと思いますけどね、はい、松原さんの、うん、中途半端になりますね、中途半端だね、それは。なんかさ、やっぱり受験生版タイガーファンディングって一つ芯がちゃんとあった方がいいと思うんですよ、うん、令和の虎本編の方って全然別に本人がお金持ってても新しいプランでこういうのあるからって OK だったりするんだけど、受験生版はやっぱなんか違うような、別に貧乏だとか言ってませんよ、そうじゃないけどお金がないっていうのも一つだろうけども、やっぱり自分こういうね、まあ、苦労しててそこを打破したいんだっていう人に対して、皆さん五人の虎が僕は心を動かされるべきだというふうに思ってますね、うん、はい、そうですね、なんかプラン的に毎回受験費用と塾代と、うん、はい、とかセットで出すみたいになってますけど、はい、必ずしもそうじゃないような気がする。そうですね、でも勉強は自分で死ぬほどやってるから、うん、受験費用だけ出してくれとか、うん、なんか全然そういうのもあっていいのかなっていう、うん、し逆にその明確なんで応援しやすいじゃないですか、うんうん、とにかくこの子の来年の2月にお金出してあげようみたいな、はい、思えるんで、そうですね、はい、まあでもこれ5本やってきて僕の中で、あ、小林さんって一番厳しいなって思ってます。やってこましょう、それでいいと思います。はい、僕は小林さんはそれでいいと思っていて、やっぱね、志願者と小林さんがやり取りしてるのを見て、顔見えるんで、やっぱり小林さんの、あ、小林さんここ怒ってるんで、そうなんですよ。いや、毎回僕の、はい、変な顔を切り抜いて使うんですよ。いや、知ってます、それ。はい、もうこれ、策略ですよね。策略で、もういろんなコメント欄で書かれるようになっちゃって、はい、すいません、ね、いい、でも、多分それ、美味しいと思ってる小林さんもいるね。そうですね、その好きなんでね、はい、そういうのね、はい、いじられるんです、はい、最後の話題になります。松原さんの話の長さについていかがでしょうか。いや、はい、細井さんも長いですよ、細井さん長いんだけど、松原さんほんまに長い。今日気づいてないと思いますけど、はい、このサプライズの時の、はい、ね、喋り出してからの長かったこと、はい、テンポが最高なもので、あれだけ喋られるとつまんなくなりますよ。はい、なんでね、言いたい思いは溢れてるけど、志願者一回やったでしょ。そうですね、もうちょっと勉強してくださいよ。はい、わかりました。これ YouTube なんで、尺的にそんなに使えるわけがない。はい、ね、はい、しかも最終決断でございますので、はい、はい、すいません、僕は怖いですか。まあでも今日はね、本編もあれでしたですけど、とにかく山見さんの遅刻が楽しかったね。申し訳ございませんでした。はい、はい、次回もよろしくお願いします。次回もよろしく。これそうそう、配信した時にどうなるかですよね。そうですね、楽しみですね。はい、ぜひ皆さんお楽しみですね。はい、もうお楽しみになったと思います。戦わないで、はい、戦わないで。お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりちょっと家庭教師との関係だけはちょっと気になって。何ですか。ああ、気になりますね。あれ結局どうなるんだろう。いやでもあると思います。絶対もうちょっとね、あるなって思って。卵の子生かなと。